ヒメニラは、ヒガンバナカネギ族の繊細な他人層。別名、ヒメアマナ、ヒメビル。草全体にニラに似た、弱い匂いがある。地上部は3から4月に出現し、約3週間で地上部の葉、花形は枯れて、姿を消す、典型的なスプリングエフェメーラル。地下の輪形は、休憩で、長さ6から10ミリメートルになる。春に、葉が、 家系の基部から1から2個が根室状に出る。葉は長さ10から20センチメートル、幅3から8ミリメートルになり、線形から高線状等皮飛型で、先端は鈍く尖り基部は次第に狭まり、9から13脈があり、断面は三日月型で中は中味、質は厚いが柔らかい。下記は4から5月。長さ5から10センチメートルで、 細い家系状に1個、時に2から3個の花を上向きにつける。花の基部に卵状膜質の双方が1個あり、裂けない。下皮片は、理性し、外下皮片が3個、内下皮片が3個の、計6個があって小型になり、白色、または微光色、長大型で、長さ4から5ミリメートルになる。お株、目株、両性株がある。お花は、花片の先端が、 二部頭、または、やや保頭になり、湯水は六個あり、小型のめしべがあるが欠実しない。雌花は、下皮片が、やや鋭頭になり、湯水はなく、下中の先は三列する。花後、休憩の果てとなる。稀に、両生花が見られる。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、湿り気の多いやや傾斜した、崖地、山野の湿地。 タハタの土手などに生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸、ウスリーに分布する。分布域は、やや狭く、稀に見ることができる植物であるが、生育地での個体数は、やや多い。しかし、国では絶滅危惧種としての選定はしていないものの、関東地方異性の17都県では、全滅種あるいは、抗議の絶滅危惧種に指定している。和ミョメニラは、 ヒメニラの意で小型のニラの意味である。種商名メナンセムは一花の,のの意味。隣形ごと一本ずつ丁寧に掘り起こし、綺麗に水洗いし、髭根を取り除いたものをかき揚げの具や麺類の薬味にする。ニラより刺激性が強く、歯質が繊細で柔らかい。珍味とされる。ありがとうございます。